サリー。はい、お年玉よ。私からもあるわよ。はい、どうぞ。やったーやったー、1年で一番嬉しい瞬間、お年玉。これだけあればいろいろ買える。そうだ、冬休みが終われば新学期。新学期っていろいろ新しいものに変えたくなっちゃうよね。ちょっとショッピングモール行ってきます。大事に使うのよ。私の欲しいものはあれ、あの後ろ姿は、あら、ケイもお年玉でお買い物。あ、ケイちゃん、ユマちゃん、2人はここに来てるなんて、みんな考えることが一緒だね。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。福袋ならぬ福ガチャガチャやりませんか。面白消しゴム取り放題もやってますよ。取り放題ガチャ。お姉さん、お姉さん、これ何が入ってるの。それじゃあ特別に少しだけ教えてあげるわね。中は文房具やコスメなどとっても使えるものが入ってます。僕たちお年玉があることだし、みんなでやってみよう。それじゃあまず私がやってみる。いけ、まーちゃん、500円を入れて。かわいいもの当たらないかな。出た、中身はなんだ。あれ、紙が入ってた。お道具箱。おめでとうございます。一発目の商品はなんとお道具箱。中身もちゃんと入ってて、スティックのり、リボンのついたハサミ、ホッチキスと、なんとこれは鏡になってるのよ。これがあなたのガチャガチャで引いた商品。かわいい。そしてお道具箱を当てた君にはおまけでこれもプレゼント。お友達にお手紙書くレターセットよ。お姉さんが小学生の頃は授業中に手紙を交換することが流行ってたの。今の小学生でも流行ってるのかしら。みんなの学校ではどう、教えてほしいな。よし、まーちゃんに続き私も可愛いグッズ当てるぞ。なんだなんだ、私はなんだ、お道具箱みたいに使えるのかい。お弁当箱だ。おめでとうございます。お弁当箱はなんと選べる3種類。選んでいいの。このお弁当についてるものたちは何なんですか。これはおまけよ。それも一緒にどれがいいか選んでね。このコックさんのキティちゃんかわいいし、でもおむすび食べてるケロケロケロッピもかわいい。でもこのテディベアと一緒のキティちゃんもかわいいし、悩む。確かにどれもかわいいものね。決めた、これにする。水筒の蓋がコップになってるから飲みやすいし、何より食いしん坊の私は一番大きいやつじゃなきゃね。はぁ、遠足の日が楽しみだ。僕だったら絶対ケロケロケロッピだったな。それじゃあ次私がしてくるわ。まーちゃんはお道具箱、ケイはお弁当箱、私も学校で使えるものかしら。絵の具、おめでとうございます。ちょっと豪華な3点セット。なんて私にぴったりなの。キティちゃんの形したパレットも可愛いし、これはリンゴの形かしら。それにこれだけ絵の具があれば、マヤちゃんと楽しく何でも描けそうだわ。すごいすごい、今のところみんないいものばっかり当たってるよ。よかったね、エマ。やっぱりケイはここにいたぜ。なんでここにいるってわかったの。去年のお年玉もここで使ったから今年も行くと思ったんだぜ。せっかくだからチャック君もやっていきなよ。福袋ならぬ福ガチャガチャですっごく楽しみよ。へー、じゃあここらで俺も一丁いいのを当ててかっこいいとこ見せるぜ。おめでとう、君も選べる商品よ。この商品は福ガチャガチャの中で一番高い商品だから大当たりってとこかしらね。でもキキララミキキちゃん、どっちを選んでも俺には全然似合わないぜ。はい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 、それなら私がもらってあげる。こっちがいい。おお、それなら喜んでどうぞだぜ。ケイちゃんいいな。やったやった、まさかリュックまでゲットできるなんて。チャックありがとう。ケイのその笑顔が見れるためなら500円でも1万円でも使うぜ。それじゃあ次は私。さっきのリュック私も欲しかったな。あれよりいいの当たらないかな。
選べる商品よ。あなたはどっちが好み？わあ、私がいつも使ってるのより全然可愛い。筆箱って何のキャラクターにしようかすっごい悩むよね。でもこれならどっちを選んでも可愛いし。決めた！こっち！それはどうして？私鉛筆とかカラーペンとかたくさん入ってるから大きいのじゃないとキツキツなの。だからこっちをもらって新学期から頑張るぞ。みんな好きなものばっかり当たって羨ましいぞ。僕も新学期から何か頑張れるグッズを。シャーペンとボールペンが一緒になってるやつとか。え、夏グッズってなんだ。ちょっと時期が違うんだけど、浮き輪、かき氷機、うちわの3点セットよ。浮き輪やかき氷機って言われても今冬だよ。考えただけで寒い。まあ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 、ちょっと夏先取りっていうか、ほら今温水プールとかもよくやってるし。そうだけど、僕も文房具とかすぐに使えるものが良かったな。でもこの浮き輪、はるかちゃんと一緒に使うのにちょうどいいんじゃない？え、はるかちゃんと一緒に？りっくん、早くおいでよ。待って、はるかちゃん。りっくんってば、またまた妄想してるよ。うん、僕これでいい。というよりこれがいい。気に入ってもらえたみたいでよかったわ。またぜひここに遊びに来てね。冬休み終わるのは嫌だけど、新しいグッズを使って頑張ろう。おー、私たちのグッズかわいいな、欲しいなって思ったら評価をぜひ。ここでみんなに質問。お弁当箱、お道具箱、絵の具セット、筆箱、リュック、夏グッズ、みんなはどれが欲しい？コメント欄で教えてね。